確実に稼げるものってことで、雇われずにフリーランスでっていうことですね。フリーランスなら何でしょうかってことなんですけれども、まあ、例えばフリーランスもですね、ライターさんのように単価低いものでやってしまうと、なかなかずっと稼ぐの難しかったりします。単価が安い形でですね、まあ、やりたい人がいっぱいいるってことなんですよね。なので、僕はですね、確実に稼げるフリーランスっていうのは、コーチングとかコンサルビジネスをやると言うといいかなと思います。コーチングコンサルって資格はいらないんですよね。で、なんか、肩書きだけ見るとすごい大変そうに思うんですけども、あなたにやってきたこととか好きなこと、かなり人より詳しい、得意なことっていうのをですね、ちょっと洗い出してみて、それをですね、お金に変えるってことがあるんですよね。で、まあ、サービス化するのはですね、ちょっとしたコツがあるんですけども、そのブレインダンプ、自分のやってきたこと、できることの棚卸しっていうところが、ちょっとしたところだけできればですね、サービス化するのは難しくないので、まあ、僕は個別で無料相談で聞いてもらえればと思います。コンサルでもそういうことをお伝えしています。安定した収入を